KBS 公式 YouTube チャンネル。はい、今日はですね、こちらのカーボンシャフトですね、TGI とマックスグラファイトアイアンの違いについて、フィッターの服部さんに説明してもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、2種類ある TGI と MAX の違いについて説明していきたいと思うんですけれども、まず最初に数値ですね、前の KBS ツアーとか C テーパーの違いでも出させていただいた数値の比較をまずしていきたいと思います。はい、でこちらのホワイトボードにまとめたんですけれども、まあ、振動数とバランスですね、 TGI の方が、重量が 50g から 80g まで 10g ずつの、ラインナップとなっています。で振動数が、50から80に向かって徐々に上がっていって、だいたい265、76、85、93という形で、まあ、約10ずつ振動数上がっていきます。で次に MAX の方ですね、 MAX グラファイトの方が、45から85まで 10g ずつの、まあ、5種類の重量帯のラインナップとなっていて、こちらの方も、振動数が244、56、65、75、85という形で、まあ、大体振動数10ずつ、重量が 10g 上がるに従って10ずつ振動数が増えていくような形となっています。で、まあ、ここから分かることですね、ここに書いてあるんですけど、MAX と TGI の違いとしては、手元側の硬さですねが TGI の方が硬くなっていて、 MAX の方が手元側が柔らかくなっているということが分かります。では、今から試打をして、実際に球の数値や、振り心地ですね、フィーリングの違いを、検証していきたいと思います。ではそれではまず最初に TGI の70からですね、大体はヘッドスピード35前後ぐらいのイメージで試打していきたいと思います。はい、じゃあ次にマックスグラファイトアイアンの75を打っていきたいと思います。はい、そしたらこの2つのシャフトですね、どういう人が合うシャフトになっているのかというと、まず TGI の方ですね、このシャフト設計のコンセプトとしては、スチールシャフトのようなしっかり感を残したカーボンシャフトという形になっています。実際、手元側の振動数ですね、この TGI70 とツアー90の R が振動数ほとんど同じ振動数となっています。で実際重量が 20g ぐらい違って振動数が一緒という形になっていて、スチールシャフトのしっかり感が好きなんだけれども、ちょっと重量的に重くなってきたなとか、もう少し重量は軽くしたいんだけれども、スチールの安定感を残したいなというような方に合ったシャフトとなっています。次に、MAX グラファイトアイアンですね、こちらの MAX グラファイトアイアンは TGI シャフトをベースに TGI よりも手元側の振動数を落としたおかげで、少し手元が TGI に比べると柔らかくなっています。実際先端の方はですね、 TGI とあまり変わっていなくて、このシャフトはスチールシャフトの安定感ですね、先端のスチールシャフトの安定感を残しつつ、カーボンらしい振り抜きの良さ、手元のしなりをしっかりと感じたいというような人に向けて作ったシャフトとなっています。で実際に、例えばもうすでにカーボンシャフト使ってるんだけれども、ちょっと柔らかすぎて球が暴れちゃうなとか、今スチールシャフト使ってるんだけれども、まあ、軽くしたいし、少しちょっと球も上がりやすいようにしていきたいな、だけどスチールシャフトの安定感は捨てがたいなというような方に向けたシャフトとなっています。で今実際僕もこの2つ打ち比べてみたんですけど、まあ、この TGI の方ですね、 TGI の方は結構、手元側しっかりしていて、本当にスチールシャフトを打ってるかのようなしっかり感を感じられることができました。でこちらの MAX ですね、この MAX は手元側は少し柔らかくなっていて、まあ、カーボンらしい走り感というかしなり振り抜きの良さですねもありつつ、先端がしっかりしていることで球が暴れずに、かなり、振り抜きと、安定性両立うまくいっているシャフトなんじゃないかなというふうに感じました。はい、ということで今日は、TGI と MAX グラファイトアイアンの、2種類について、紹介してきました。皆さんいかがだったでしょうか。次回はこちら TD について、紹介していきたいと思います。
実際 TD シャフトって結構今までになかったカテゴリーっていう形で硬さの表現をしてるんですけれども、ちょっとまあ馴染みがないんで皆さんなかなかこう選びにくい部分もあると思うので、まあ、どういう特徴があるのかしっかり説明していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、